合計特殊出生率は女性1人が生涯に産む子どもの数の指標となるもので去年、沖縄県は全国平均の1.20を上回る1.60となり39年連続で全国1となりました一方で統計が残る1975年以降で最も低かったおととしの1.70を0.1ポイント下回っていて 過去最低を更新していますまた、去年1年間に生まれた子どもの数はおととしより1045人減って1万2549人となりこちらも過去最小となっていますこのほか人口1000人当たりの離婚の割合を示す離婚率は2.20と全国で唯一2を超えていて21年連続で最も高くなっています。